ドラマ「おっさんずラブリターンズ」より田中圭をめぐっていつも揉める吉田鋼太郎と林遣都、そして不気味な笑いでラブバトルをかき消す伊藤修子。料理なんですけど、ちょっと味付けが濃いんですよね。以前春田さんに伺ったところ、これでちょうど良いと。いやだからそれはあなたが元上司だから春田さんが気を使って言ってるだけですよ。当たり前じゃないですか。そんなこと私が伺わない時なんですけども、冷凍食品ばかりでは栄養が偏ります。お互いとっても忙しいんですよ。味見です。しょっぱ、やっぱりクソまずい料理作ってる。お前ら、何をやる。ただいま。お帰りなさいませ。本日は黒沢武蔵が担当させていただきました。失礼します。失礼します。ちょ、何とも俺のために喧嘩するのやめてください。ラブバトルの原因も止めるのも結局春田くんってことね。